はい、隠居生活5年目、速稼塾の福でございます。ね、持続化給付金とか第2次の特別定額給付金の、まあ、話題がね、だんだんしぼんでいく中で、私一人がね、呼びかけて官邸の方に要求出しましょうって言ってるんですけども、最近はネットニュースとかでも、もうね、出ないんじゃないかとか、ダメなんじゃないかっていうのを見かけて、こういう風になってますから、もうダメですねっていう風な形でね、お知らせしてくださる方がいるんですけども、これはね、我々の声が足りなければ、どんどんしぼんでいけばダメだろうっていう風になりますんで、私たちの呼びかける声がね、それこそね、1万になり、10万になり、100万になり、1000万になり、1億になったら実現するんじゃないですか。うん。だから、諦めは、その、実現しないことを容認する、まあ、白旗宣言だと思うんですよね。だ本当に欲しいと思うんだったら、声を上げたり、要求をしていかないとダメですよ。心の中で思ってるだけではダメ。うん。私はね、その10万とか20万とか30万、どうしても欲しいと、正直私が思ってるわけではありません。こう言ったらね、横柄になるかもしれませんけども。ただ、多くの人は望んでるだろうな、というふうに思うんで、こうやって私が先頭を切って、YouTube を枯らさないようにしてます。まあ、ですんでね、本当に必要だ、本当にね、支払いが、ないんだとかね、家族を困らしてるんだとか、自分自身が就職もないし先が見えないんだっていう方、もう手も足も出ないという中で、声を上げる、メールを送る、それは多分できると思うんですよ。で、私がそれをね、焚きつける意味でも頑張ろうよっていうふうにやってるんで、まあ少なくともね、私の動画をやめろとまで言ってもらわなくてもいいんではないかなと思いますけども、コメントを見るとね、やっぱり共感してくださる方が多いんで、ちょっと救われるところがあります。ちょっとそちらの方に画面切り替えていきますね。はい。これです。ちょっとずれちゃいましたけども。これ、菅総理が、有名なね、これ、インタビュー答えてるところですけども、この動画に関しましては、4000回前後、動画再生されてまして、そこについているコメントですね。ハローワークへ行っても仕事がない、生活できない、大至急実行してほしいと書いてます。はい。実行させるのは誰なのかと。指示を出すのは誰なのか。国民です。国民が指示を出せば、その方向に、政権というのは動いていきます。まあ、ですので、声を出すことだと思います。まだね、声を出している人が少ないんですよ。ここにコメントを書いていただいて、本当にありがたいなと思います。でも、これと同じ手間を官邸にメール、これでも同じですからね。ここにコメントが書けるってことは、官邸にメールもできるはずなんでね。それも合わせてちょっとご検討いただければと思います。次。素晴らしい呼びかけだと思います。このコロナ禍ですし、経済効果あるなら10万円の第二次給付、ぜひ行ってほしいと。それで手応えあったなら、第3弾、第4弾も積極的にということですね。まあ、これがベーシックインカムに似てるような側面があるわけですけども、当面ね、この2年間ぐらいは、どんどんお金、財政出動して、国民の経済とか暮らしを支えてもらいたいなと思います。そのための長い間の納税だったわけですからね。私たちは人生の中で一番支払いが多い税金ってものを抱えてます。家のローンよりも、車のローンよりも、生命保険よりも、税金は圧倒的に多いです。自分たちの暮らしの半分は税金のためと言ってもいいです。でも払いっぱなしで、いざという時に恩恵がなかったら、何のための税金なんだろうと思いますよね。はい、次。官邸にメールも送りました。ということですね。ありがとうございます。次。今、小木下牧師先生が初恋の人に似ている。初恋の人に似てるんですか。やっぱ20万ください。生活やっていけない。菅さん聞いてますか。ここに書いてても多分聞いてくれてないと思うんで、ぜひ官邸にメールを。で、普通に1、2回は必要っていうのもありますよね。はい。多くの方がこういうふうにね、声を上げてくださってる。お、すごい有名人。その他にもね、いろいろとご不満もあるでしょうけどね。はい。綾沢ちゃんもここ書いてくれてますね。はい。そこでですね、ちょっとだけ、個人的というか、ちょっと規模を縮小したことをお話しさせてもらいます。実はね、私、住んでる地区で、町内会長していて、日々、投書が届くんですよ。ここにはね、こうしろ、ああしろっていうふうなね、要求が届いてます。まあ、こうしてください、ああしてくださいと。ただ、結果的にこうなればいいっていう意見はあるんですけども、じゃあそのためにこういうふうにしたらいいですよっていうふうなアイデアがないんですよね。で、アイデアがないと私も実行できません。全部考えろっていうことだと思うと、これはね、かなりのね、無責任だと思いますよ。ここに書いてますけどもね、実は。ちょっと一文だけ読みます。いろいろ書いてある上で、真に町民のことを思うなら、常識を疑う前例主義を打ち破る必要があろうかと思いますと書いてますけども、だったらあなたがやれって話なんですよ。こんな人に頼まずにね。で、自分で行動するっていうことを、やらない人に限って、声高なんですよね。
もちろんね、自分で行動できない、そういうような事情があるんで、誰かにお願いしますってのもあると思いますけども、やっぱね、私たちはね、忘れてしまったのは、自分で食うってことなんですよね。すべて自分の人生を歩いているってことだと思うんですよ。まあ、そういうことがありますんで、心の中で期待したりとか、誰かがやってくれればいいのに、ではなくてね、本当に、こうなればいいのにな、ああなればいいのになと思うんだったら、その姿、動く姿を見せないといけないと思うんですよね。私はこの動画をもう切れ目なく出すことによって、どんなね、批判を浴びようと、国民全員にお金を配りましょうってことはやめません。これからもね。でも、自らやめていく人もいるんですよ。こうやってね、給付金欲しいな、10万円欲しいな、20万円欲しいな、と思ってるのに、やめていくでしょ。それじゃあ、何も変わらないと思いますよ。しかも、この話って、何年も何十年も続けてきてるわけじゃないんですよ。まだね、数週間とか数ヶ月の話ですよ。こんなたったね、数週間数ヶ月で、ことを起こすことを諦めてね、何が手に入るんですかと。短い人生の中で、差し違えるつもりでね、それこそ捨て身でいかないと、達成できるものはないです。かすり傷ですよ。どんなことでも。ただ今放置しておけば、深手を負いますよ。どっちにするのかってことはもうすべて、あなた次第でございます。私は、やめません。この放送を繰り返し繰り返しやっていきます。とにかく、暮らしがどうやったら楽になるのか、どうやったらね、私みたいに隠居生活とは言えなくても、毎月5万とか10万の収入が増えたらいいじゃないですか。それが持続化給付金であろうとね、なんかビジネスやろうと投資やろうと、自分のお金が増えて、自由な時間が増えて、誰かのために何かをやろうって気持ちがね、実現できるんだったらいいじゃないですか。多分ね、この動画、ここまで見てくださる方、誰かのためにお役に立ちたいとかね、お父さんお母さんに恩返しをしたいとか、子供たちを豊かにしたいってみんな思ってるはずなんですよ。じゃあその思ってるその大切な思いを自分から絞ましてどうするんですかって話ですよね。だから変えようと思えば変わるんですよ、どんなことでも。どうせダメだろうっていう、このどうせってことをすぐに思いついて、どうせに流れてしまえば、どうせな人生になっちゃいますよ。ダメだと思ってもやってみると、その積み重ねが実現に向かうと私は思いますけどね。はい、ここまで見ていただいてありがとうございます。そしてコメントをたくさんお寄せいただきましてね、とても私も励まされました。動画にコメントをつけてくださる方だけで、つけてくださるだけでも私の意欲っていうのはね、さらにパワーアップしますんで、まあね、できることをやっていきましょう。そして思うことをどんどんね、実現していきましょう。それに尽きると思います。では以上です。